皆さん、こんにちは。インスパイアのこたです。今日もユーストリームを使いまして、ネットビジネスに関する情報を生中継で15分間お届けしまいります。今日もよろしくお願いします。はい、今日はですね、結構大事な話なんですけど、反則を考えたときに、リアルと、ネット、デジタルとアナログとかあります。さらには、検索エンジンか SNS かみたいな、もしくはそれ以外もありますけど、いろんな反則があるんですけど、自分の商売とか自分がやろうとしていることはどの反則が向いているのかっていうのを考えたときに、コンサルタントとしてその話を聞いたときに、僕が必ず当てはまる表があるんですね。それを過去にも実は動画で撮っているんですけど、それをちょっとバージョンアップしまして、でさらにその今風に直しましたので、紹介したいと思うんですけど、こちらをご覧ください。はい、ここにありますように、来店型、訪問型、通販型。これはそのままですね、お店に来てもらう商売か、お店の人が出向いていく商売か、ネット通販とか、来ないし、行かないしっていう商売か。大体どれかに分かれますね。そして、縦はですね、能動的、強制的、見る、押すって書いてる。これ、前にも別のものでね、紹介したことありますけど、これどっちかというと、盆地と言われているものなんですけど、自発的に物を買おうとしない人に、その気になって買ってもらう商売なのか、自分から探しているのか、求めているのかという違いですね。で、下がその自発的、受動的で、その方法は2個あって、聞くと探す。で、これをですね、ミックスすると、この6つ出てくるんですね。で、これはですね、まず最初にこれを作ったときに、どういう動画を撮ったかっていうと、電話帳に広告が出ている業界ってどこなんだろうと調べていて、ぜひ皆さんもやっていただきたいのは、電話帳の1ページ目から最後のページまで、ずっとこうやってめくっていくと、広告が出ている業界と出ていない業界があるんですね。で、その出ている業界っていうのは、つまり電話帳で反応が取れるっていうことなんですね。つまり、自ら探している人がいて、自ら何か動いていて、電話帳を探して、で、それで、見るから。だから必要だということですね。では、まずどこからが分かりやすいのかな。下が分かりやすいですかね。ここを開けてみましょうか。はい。ここを開けてますね。よいしょ。こっち。はい。電話帳広告です。で、ここにありますように、病院とか薬局とか、自動車屋さん、車検番機、染み抜き、いっぱいありますね。ここにあるようなものっていうのは、今まで検索をしていて、検索というか調べていて、電話をしていた。だから電話帳広告はいっぱい出ている業界です。で、この業界が Google の地図検索になっていると。つまり、Google マイビジネスがここに当てはまるわけですね。そして、続いてですけど、こちらです。同じような検索なんだけど、訪問型の場合、これどんなのか開けてみますね。これは、今までは電話帳広告でした。例えば、パソコン修理とか、解体工事とか、産廃とか、鍵交換、水漏れとか、害虫駆除とかですね、お助けマンみたいな仕事ですね。こういう仕事ってのは、今までは、これがですね、電話帳広告でしたけど、これはどっちかというと、リスティング向きですね。検索をしている、同じ探すのが、電話帳からネットになっていて、ネットになっているときに、こういう緊急なものっていうのは、広告の方が反応が得られやすい。
広告の方を、見つけてもらいやすいです。で、これが有効。で、最近では、ここにもう一個加わってるのが、地図検索にちょっと悪さをしてるやつ。これあまり言えないんですけど、っていうやり方があるんですが、それがここに当たりますね。では、今度、上は上げてみましょう。あ、こっち上げた方がいいかな。こっち上げましょうか。はい。ここはです。探すんだけど、今まで、どっちかというと、電話帳では探しにくいものっていうのがあります。ここに挙げてる中で、カラコンとか、デイビライとか、シークレットブーツとか、相続とか、節税とか、小顔とか、チラシ印刷とか、印鑑、遊郭さんってすごい聞きますよね。はい。では、ここの中で、ここに当たるものっていうのは、どっちかというと独自ドメインのホームページを作って、Google マイビジネスとかじゃなくて、SEO 対策とか、リスティングとかで、集客するっていうものですね。で、これはですね、例えば相続とか節税とかもわかりやすいのは、相続屋っていうカテゴリーがないんですね。だから電話帳にはないんですよ、項目が。アダルト DVD っていうカテゴリーがないんですよね。カラコンっていうカテゴリーがないんですね。だからこういう ニッチなものを探す場合っていうのは、ネットの方が有利ですね。で、一番上のちょっとギフトとレンタルってちょっと違うんですけど、レンタルっていうのはまさに通販だからですね。で、ギフトっていうのは、これパターンが無限にあるので、だからどうしても地元のギフト屋さんだったら不利だからですね。で、こんな感じになっています。で、今度、上行きましょうか。上開けますね。これ、だから下は全部検索ですよね。検索。で、特に一番右が、ホームページで、真ん中もホームページですけど、一番左はどっちかと Google マイビジネスとかが強いですね。で、こんな感じになってます。では、上を開けてみましょう。はい、ここ。こっち。例えば、旅館とか、結婚式場とか、飲食店とか、ネイルサロンとか、エステとか、美容室とか、家庭教師とか、学習塾とか、こういったもの。今までどっちかというと、紙媒体で集客していることが多かったものがあります。なんとなく、見た目のものを見せて、何か強制的に見せて、その気になってもらって、売らなきゃいけないので、売り込みチラシだったり、フリーペーパーだったり、ポスティングだったり、こういった方法で、写真をね、見せたりとか、大きいキャッチコピー載せたりとかして、集客するのが有効だったものです。で、これがね、僕は、インスタ映えって書きましたけど、インスタ映えになってると思ってるんですね。つまり、インスタ映えっていうのは、お店が発信をしているんではなくて、お客さんが、例えば飲食店とか居酒屋さんとかネイルサロンとかの写真を投稿することによって、その友達は強制的に見せられるんですよね。で、その気になって、はいいなと思って、そして、買ってしまう。気になって行ってしまうというものだと思うんですね。だから、この紙媒体だったものっていうのが、ここも全部デジタルに今なってきてるんじゃないかなと思うんです。ただこの割合が全部アナログがなくなって、デジタルだけになったっていうことを言ってるんではないですよ。その移行期間はあるんですけど、割とこういう感じかなって気がします。そして、ここです。はい、開けますね。ちょっと見えにくいかもしれませんが、保険屋さんとか、印刷会社とか、製造業とか、建設業とか、営業全般、B2B とか、税理士とか、出張エステとか、こういう商売。どっちかというと、訪問して、
自分が営業行って、どうですかって行かないといけない人、これちょっと訪問でも意味が違うんですね。仕事が出てから訪問行ってるんではないんですけど、というのはですね、ないんですよね。で、こういう商売の方っていうのは、今までは、とにかく足で稼ぐ、営業するのか、あとはですね、ファックス DM だったんですよ。で、ファックス DM がすごい有効だったんだけど、ここが僕は Facebook になってるんじゃないかなって思うんですよね。つまり Facebook っていうのは、その人と人とのつながりを作ることによって、そこからビジネスにつなげようっていうのは、これ営業のやり方と全く一緒なんですよね。だから、アナログでやるのか、ネットでやるのかっていう違いだけで、こういうね、ものがあるんじゃないかなって思うんですよね。だから、ここに当たる人っていうのは、Facebook を頑張った方がいいんじゃないかなって思うわけです。はい。そして最後ですね。ここ。はい。ここはですね、アパレル、化粧品、スイーツ、グルメとかですね。ここに出ているものっていうのは、いわゆる嗜好品と言われているものとか、趣味とか、エンターテイメントとか、こういったものですね。こういうものっていうのは、今までは通販雑誌とかで、集客をしていた、紙ですね、ものなんですね。で、これがですね、楽天市場になっている。まあ、楽天市場っていうのが、わかりやすいので書きましたけど、つまりショッピングモードになっていると。だから、なんとなく、なんかないかなと思って、アパレルのページ行くとか、グルメのページ行くとかっていうようなもの、特定のものを決めてるわけではなくて、で、そこに出てくる写真が美味しそうだったら、だったらそれ買いたくなったよとか、わあ、これ素敵だからとかですね。こういうようなものは圧倒的に楽天が強い。だから、楽天で売れてるものの多くは、ここのカテゴリーにあるものが多い。だから、もちろん、これ以外にも、品番商品とかね、売れてますよ。だけど、そういうものは、何でも売れるので、どこでも売れるので。っていうふうに考えていくと、この6つになる時代かなと思うんですよ。で、考えるとですね、この右下っていうものは今まで、これですね。これがちょっとなかったんですよね。これがなかったのがネットによってできるようになった。で、それ以外のものも全部ネットでできるようになったということじゃないかなと思います。つまり、強制的に見せる。強制的に何かをする。っていう上半分と、お客さんが探しているときに自分の商売につなげるっていうのが下の方。こういうふうに分かれてるんじゃないかなって思います。で、これ以外にも、当てはまらないものとかももちろんあるんですけど、考え方として、こういうふうに捉えるといいと思うんですね。行くのか来るのか。で、ニーズなのかウォンツなのか。っていうとこからスタートして、で、それに合った SNS なのか、例えば、SNS なのか、例えば、Google マイビジネスとか、ってことですね。だからもちろん、ネイルサロンとか、エステサロンも Google マイビジネスなんですけど、それは、検索していると、もちろんそれに当たるんですけどね。そうではなくて、僕が今日言いたいのは、大きく分けると、こういう感じになるということですね。ぜひ、参考にしてみるといいんじゃないかなと思います。はい。ということで、今日はですね、結構大事なものじゃないかなと思うんですけど、自分の商売がどれに当たるか、ぜひ考えてみてください。僕がコンサルティングをするときに、いつも参考にしている表で僕が考えたものです。皆さんのお役に立てたら幸いです。インスパイアの方でした。ありがとうございました。バイバイ。